日常の人物、建築物、自然、そして熊本を題材にした頑張ろう熊本、これを今年の表題とさせていただきました。この山下を知っていただく皆様と共に熊本の復興に向けて心を一つに頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お礼の気持ちを込めましてですね、今から営業部長が配送してくれますので、皆さん楽しみ